けどね。で、丹波橋じゃない。興味とかで、これ結構もう出待ちやないけど、すぐ近くないよね。こうやって見てみると。面白いですね。こっから大阪メトロとかにも乗り換えできるけど、まあ、せっかくやからこっから駅間散歩でもやってみましょうね。この、淀屋橋からじゃあ梅田の方歩いてみます。梅田の方まで歩いていたらどんな感じなんやろな。そんなに遠くないと思うんやけどね。まあ御堂筋線を、要は御堂筋を行くわけやね。東京限定ジュースサー、ジュースサー、ジュースサーバー。へえ。で、あ、もうこれで大阪メトロの淀屋橋駅、御堂筋線ね。まあ、御堂筋線もこんなところですもんね。ドトールもあるし。ここから上で出口一番、あ、出れる出れる。これ、水上バス乗り場？なんな？水上バスなんてあんの？いや、楽しい街や。あ、そうや、そうや、そうや。こういうのもらってくる。1日フリーチケット。1600円でね。行ったり来たり乗り降りしとったら、全然もっと取れそうですね。まあ、もっと買い上げても安いからな。うん。どっからどっかね。いろんなところ行きますからね。うん。あとそう、これね、なんか関西文化の日ってなんか出てるじゃないですか。これね、なるほどなって言ってなんか関西文化の日でもいいと思いますよ。いいと思うんですけどね。これツッコミ入れたいのがね、この関西文化の日に三重県もあやかっとるってことなんですよね。そうそう、三重県もね、鈴鹿と亀山でなんかねやるらしいんですよ、これにあやかって。うん、関西ですかね。近畿やったらまだ分かるけど、関西文化の日でどうなんていう気はしないでもないんですけど、どうでしょうねっていうところで、まあまあまあね、関西本線も走ってますし、まああれですけど、あ、待って、鈴鹿も関西本線、あ、一応走っとるか、うん、一応走っとるか、笠戸とかあの辺りそうか、うん、いやー、でもちょっと。亀山はまだちょっとかろうじて関西感があるかもしれんけど、どうなんでしょうね。さあ出口出て比叡山とかね、京都観光って感じですね。そうよ、いいですね。さあこれ降りたら出ました、淀屋橋ってことで、御堂筋の淀屋橋ですよ。あ、なんかすごい歴史のありそうな建物も見えますし、いやー、いい感じじゃないですか。あれは何なんやろ。とりあえず京阪は、あれ今回京阪感はないな。もうちょっとこっちの方が淀屋橋感があるのかな。こっちの筋、こっちまだったらもう一気にそのまま北に行けそうな感じですけどね。ね、建物いっぱいだ。あれは住友生命さんかな。赤の池田だから多分住生さんだな。うん、この辺りは電工さんもあるからな、住友は。おさぼり通り。ここは分けるか変わるんかな。上を向いて笑おうってあたりが大阪ですよね。それがちなみに御堂筋、
こんだけ車線あるけど片側通行ですからね。そう、一方通行が多いのも大阪の道ですからね。渡ろうかな。ただというかコンビニとかが意外とないんですね。あっちが梅田だよね。こっちが南。ちょうどまあ北と南の間ですよね。ちょっと先の建物気になるし、もうちょっと本通りの方歩こうか。ビジネス街って感じですね。名古屋でいうと丸の内とかあの感じに似てますよね。栄とかっていうよりはそういった伏見っていうよりは、あっちの方の感じですよね。丸の内からこう名城の方にかけてのね、というか観光庁とかがねあるような、で結構オフィスビル金融機関とかがあるような感じのイメージですけど、あっちの方があんな感じなのかな。すごいな。なんかこの辺りの建物相当すごいどっしりしてるけど、これは何？あれは大阪市の中で、これは大阪の市役所かなんかな。淀屋川、淀屋橋、これ淀川でしたっけ。駐輪場も満車、すごいね。それ水上バスがあるってなっとったけど、水上バスはどこなんやろね。多分こっちではないよね。これさすがに小型のでも取れんもんね。いやでもこっちはこっちでまた重みのある感じの建物がいっぱいですね。蜂もおるし、蜂あんま関係ないな。これは何なん。多分大阪では有名な建物のはずなんやけど、この辺りにあるって言ったら、あれこれ造幣局かなんかか。すごいすごい、なんかえらい壮大なポストやね。ただポストって気づかれずに誰も入れなさそうやけど、これ何号ポスト改造しとんねん。入り口が、受け口が、これなんだ。いや、なんかのポストの上にかぶせとる感じですよね、感じで言うと。独特だな。これは駅停止大阪、大阪郵便局。香港、あ、日銀だ。日銀の大阪支店か。はあ、そうかそうか、そうだそうだ。で向こうはやっぱ市役所ですね。そうやね、この前のも聞かれたんで、まあ市役所も市役所、市役所、市役所やんな、こんなけ言っといて。もうこれでまたね、しばらくは市役所として使われることなんでしょうね。でここは堂島川京阪電車、これは大江橋駅、あ、中野島とか行く方かな。
綺麗な駅舎でもないけど入り口、うん、